仕事を素早く終わらせる極意その3、マインドセット編。これまでの内容は極意1では、整理整頓について、そして極意2では、スケジュールタスクの管理について、仕事を素早く終わらせる極意というシリーズでお送りしました。今回はそのマインドセット編です。というのは、これまで紹介した、整理整頓ができました、スケジュールやタスク管理についてもできました。そうなってもういつでも帰れるよってなった時に、いざ帰ろうとした時に本当に帰っていいの?というような感情になると思います。僕自身がもうかつてねそうなりました。まあ、今でもねよく思う時があります。でどうしてねこういう気持ちになるのかなってふと考えたところ、僕の場合はこの帰れないなっていう気持ちになる3つの要因があるなというふうに感じました。まず1つ目が、まだ多くの先輩の教員が職員室に残って仕事をしているということです。どうですかね。まあ例えば教員1年目2年目3年目とかだと、もう職員室にいるほとんどの先生っていうのが自分より先輩に当たるわけですよね。で、その先輩の教員、自分よりも経験が豊富で自分より指導力がある先生たちがまだ職員室で仕事をしているわけですよ。そんな中で経験も未熟で指導力だってたくさん名誉かけてることもある中で、自分が先に帰るってなかなかね、結構ね精神的なハードルっていうのは感じるなというふうに僕は思っています。2つ目、自分よりもたくさんの仕事をしている人がまだ残って仕事をしているです。まあこれもね、まあ特にまあ1年目とかだと、それこそねまだ公務文書とか学校でいう役割っていうのはまだまだ少ない方だと思います。まあ当然なんですけどね、これはもちろん責任だったり任せられる仕事っていうのは限られているので、当然ね先輩の先生だったり他の先生の方が自分よりも多くの仕事をしている、多くの責任を抱えていることが多かったりすると思います。でそんな他の人よりも自分は少ない仕事で、でそれが終わったら早く帰るって、これも結構ねハードルがね感じるなというふうに思います。そして3つ目、自分の学年で何かの相談が始まった時、やっぱ今度のねこれどうしましょうとか、これテストってこれでいいですかねみたいな、そういう相談がある時ありますよね。さあこんな時に帰ったらどう思われるんだろうっていうふうに、まあ僕自身思っていましたし時々思います。さあ今回ねこれ、じゃあ逆に言うと、じゃあこれどう思われたら嫌なのかって考えた時に、まずね、仕事をしていないなって思われるとすごい嫌だなっていうふうに思います。そして、あ、自分のことしかしないんだなこの人って思われるのもすごい嫌だなと思ったんですね。じゃあこの今言ったこの嫌だなっていう2つに対しての対処法っていうのを今日はご紹介します。はい、まず一つ目の仕事をしていない人と思われない対処法です。これはまあズバリね、まあ、仕事をしっかりやるです。しっかりと整理整頓をして、でスケジュールタスク管理をして、ちゃんとねやることを精選しながらもちゃんと自分の仕事をやって終わらせていく、これがまずね大事だと思います。でそして、そのちゃんと仕事をした上で周りの人にね、〇〇と〇〇はしたんですけども他にやることありませんかっていう風に、例えばね、学年主任の先生だったりね、先輩の先生に聞くとよりねいいかなと思います。しっかり仕事をやって他にやることありませんかって聞いた上で帰った場合、これはね仕事をこの人してないなとは思われないなと思います。はい、2つ目、自分のことしかしない人、自分勝手だなとか自己中だなとか非協力的だなと思われない対処法です。これは、些細なことをね率先してやるということです。些細なことっていうと、例えばね僕がやってることで言うとコーヒーを入れるとか、あとは
コピーね、あこれでじゃあコピーしますって、これ分に作りましたって言ったら、あじゃあ僕これコピーしますって言ってコピーをしに行くとかね。例えばなんか物を運ぶとかね、あこれじゃあ運んできますよとか、何かこれ運びましょうかっていう風に、ね、自分にねできること、多分これ全部ね2、3分で終わることだと思うので、この2、3分で終わることを率先してやるね、自分の勤務時間内だったり自分がいる間っていうのは、これを率先してやることによって、あこの人ちゃんと協力してくれるな、ちゃんと細かい意識ができるなっていう風に思ってくれると思います。さあそれをした上でね、でも帰る前に何かねお手伝いできることありますかっていう風に聞くとすごくねいいんじゃないかなという風に思います。さあ最後にです、まあ現在のね僕の勤務時間、まあ僕けだいぶ職場でね、まあ本当に1番2番3番ぐらいに今トップ3くらいに入るくらいね、まあ早く帰っているんですけど、で僕の平均の勤務時間ってだいたいね朝7時半に来て午後ね5時半くらいに帰るのがだいたい平均的です。これでも僕だいぶ早い方なんですよ、職場ではもう頑張って早く帰ってんですね。でこれでもなんとね学校にね10時間いるんですよ。これでもこんだけ早くてなんか早く帰ってるの感じなのに学校に10時間いると、10時間働いてるわけですよね。でこれって結構やばいですよね、10時間働いてる人が早く帰ってるという認識になっているこの職場っていうのは、普通に考えて10時間労働ってもう結構じゃないですか、1日の半分使ってるわけなんで。だからもっと僕より早く来てる人も僕より遅くいる人もいるので、早くて10時間って思うと相当ねやばいと思うんで、ぜひねこれをね考えると、普通にね例えば7時半に来てる人って5時半に帰るのって帰っても10時間働いたなって、2時間残業したなっていうくらいだと思っていいと思うんで、ぜひねこの感覚っていうのをね忘れないでほしいなと思います。そうしたらもっとねまあ今日こんだけね10時間働いた、11時間働いた、だからもう帰ろうっていう風に思えるんじゃないかなという風に思います。いかがだったでしょうか。ぜひねこれもね、まあ自分に当てはめて、自分の学校とか自分の学年とか自分のね周りにいる人に応じて、ぜひね応用してもらえればなと思います。それでは今回の動画は終わります。ご清聴ありがとうございました。